はい、どうも、またきです。今日はね、大瀬ヶ原に来てます。はい、今日はね、スペシャルなメンバーたちと登りに来ました。はい、今日のメンバーはカブパパとカブママと、はい、九州の登山を紹介する池新さんです。長崎からやってきました。はい、それと、いつもの関西メンバージーコとみゆきとしげちゃんです。はい、今日は7人で登っていきます。豪華メンバーです。いけた、風がきついな。 YouTuber が多いとわちゃわちゃしてんだ。はい、ね、鳩町峠を出発して山の花っていうところに今向かってます。コースタイムでだいたい1時間ぐらいです。カブパパとカブママが、どうしても休養ができて帰らなあかんってことで、はい、ちょっと離脱してしまいました。はい、いつものメンバーと池新さんと登っていきます。とりあえず山の花まで、ね、行きます。はい、木道が出てきましたね。はい、尾瀬らしい木道です。雪解け水。水場所や。こんにちは。おー、すごい水場所。あ、ここいっぱいあるやん。めちゃめちゃ咲いてる。水場所ポイントや。
この橋を渡って、あ、気持ちいい。はい、ここが大瀬山の花ビジターセンターですね。しょ、はい、山の花到着です。はい、これからね、竜宮分岐っていうところまで歩いていきます。大体1時間半ぐらいですね。はい、ここから湿地帯になっていくみたいです。はい、山の花を過ぎるとね、カブパパが好きな日内ヶ岳見えてます。後ろはね、志仏さんが見えてます。これですね。はい、逆さ火打ちのポイントに来ました。風があるから今日は映らないみたいですね。はい、どん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 青空が広がってきましたね。今日はね、もともと晴れる予定なので、はい、これからどんどん青空が広がってくると思います。はい、青空頑張れ。いい、はい、牛首の分岐まで来ました。はい、これはね、もうちょっとまっすぐ行った竜宮小屋っていうのがあって、はい、2.2 キロか。コースタイムで35分ぐらいですね。はい、行きます。うわー、ここ綺麗。海上がって綺麗な。うわー、ここ左行こう。水場所めっちゃ綺麗。あ、水場所群生地って書いてるわ。昨日撮れました。はい。すいません、もう一枚。必死ですよ、必死。YouTuber の姿です。必死です。はい、ね、竜宮分岐とこまで来ましたね。あそこの見えてる黒っぽい建物が竜宮小屋ですね。はい、これを左に曲がって、よっぴつり橋っていうところに向かいます。ここからだいたい25分ぐらいですね。
な冬中ヶ岳。はい、四筆釣橋のとこまで来ました。揺らしてません。めっちゃ揺れてるわ。はい。はい、よっぴ橋を過ぎて、東電小屋に向かってます。はい、よっぴ橋をね、ちょっと通り過ぎたら熊が多いっていうのをちょっとカブパパから聞いてるんで、キョロキョロして探してます。おった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 。おらへんやろ、嘘つくな。なんで嘘つくねん。はい、東電小屋到着。うん、はい、東電小屋を後にして、今日泊まる尾瀬小屋の方に向かいたいと思います。コースタイムで45分です。まだちょっと11時過ぎなんですけど、早々チェックインしてちょっとゆっくりしたいと思います。わあ、ここ一番すごいんちゃう、水場所。わあわあ、ここすごい。わあ、すごい、奥も一面の水場所。この橋を越えていきます。なんていう橋だった、東電尾瀬橋です。ええやん。なに？あ、見えた。俺の別荘。黙って。尾瀬小屋が見えてます。あそこまで行きます。あそこにビールが待ってます。はい、分岐までやってきました。これをね、ずっと右に行くと、尾瀬小屋に出ます。はい、尾瀬小屋に向かいます。はい、尾瀬小屋が見えてきました。はい、着いた。すごい、安い。さあ、着いた。尾瀬小屋。はい、尾瀬小屋到着です。はるばる来ていただいたお礼で、ここからやらせてもらいました。ありがとうございます。
はい、よし、乾杯。乾杯。お疲れ様でした。イエーイ。米小屋ビール、いただきます。コーヒー、あー、うまっ。米小屋のジョッキです。最高。下で食べるのと全く再現性を一緒にしようということで頑張って、はい、開発してます。すごいな、まあ、ちょっとみんな、めっちゃビールうまい、めっちゃ美味しい。たまらんな、こりゃ。結構、水場所。水場所で、こんなご馳走に会えると思わなかったわ。はい、どうぞ。はい、じゃあ、少しお願いします。少し。少しですか。あ、もっと、もっと。やると思ったけどな。うん。想像ついて、はい、はい、から。はい。はい、どうぞ。いや、日本酒、水場所。はい、日本酒水芭蕉いただきました。いただきます。あ、おいしい。一言で言うと、うん、500万石書いてありますね。500万、おいしい。純米吟醸。あ、おいしい。はい、では、アレンジのバス4桁のメタルのちょっとバスお願いいたします。はい、はい、どっちもあります。めっちゃいいね。こっちか。ダメ、閉めた。お、すごい。お邪魔します。お邪魔しまんぼ。使っちゃっていいの？うん、超贅沢じゃない？あ、俺エビギかかる。いきます。めっちゃエビギかかる。でーん。おー。はい、この大勢小屋はちょっとね、お風呂入れるんで、お風呂入りに行きたいと思います。うん。テラス席、テラスがあります。大してよ。あ、冷凍機鳴ってるよね。いただきます。
はい、もう8時ぐらいになってきたので寝たいと思います。明日はあやめ平の方に行ってまた大勢を楽しみたいと思います。それではおやすみなさい。さよなら。はい、おはようございます。2日目スタートです。はい、朝ごはんを食べに来ました。朝ごはん食べてね、片付けても出発したいと思います。こちらでお取りになってからお席をお取りになってからですね。はい、はい、これもフフ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 ステッカー貼ってもらいました。はい、では大勢小屋を出発してあやめ平に向かいたいと思います。はい。社長お世話になりました。ありがとうございます。気をつけて。また気をつけて。ありがとうございます。また来ますんでよろしくお願いします。お気をつけて。はい。いらっしゃいませ。大阪で待ったまた来ます。また来ます。ありがとうございました。どうも。ありがとうございます。お世話になりました。ありがとうございました。じゃあアヤメ平に向かって出発します。アヤメ平まで3時間半ぐらいかかります。はい、今日は天気も良くていい気分なのでルンルンで歩いてきます。はい、今現在地が大勢小屋のとこなんですけど、一回この竜宮十字路まで行ってこの長沢新道を通ってアヤメ平まで行きますね。はい、いただきます。はい、今日はちょっと風はあるんですけど、
雲がなくて太陽が出る分昨日より全然暖かいですね。めちゃめちゃ気持ちいいですね。最高、大勢最高。沼尻川、はい、ここからがね、群馬県になります。はい、そう、はい、この川を渡ったら群馬県です。さっきのね、大勢小屋は福島県にあたるみたいですね。はい、ちょうどこの川が、県境になります。気持ちいい。気持ちいいって言うてないの。なんか言うて、まあ、感想気持ちいいかな。さあ、こんにちは。青いな、今日空な。雲深くない。うん。さすが大勢。はい、分岐まで来ましたね。はい、これを左に行ったら、あやめ平。これを左に行きます。着いた。はい、昨日も言ったんですけど、あそこでね、写真をちょっと撮りたいと思います。写真も撮れたんでね、竜宮十字路の方に戻っていきます。はい、そこからあやめ平に行ってちょっと景色を楽しみたいと思います。はい、大勢で一番ちょっと景色がいいってカブババが言うとったんで楽しみなんですよね、あやめ平。はい、では行きます。はい、分岐まで帰ってきました。はい、ここは竜宮十字路です。これを右に行ってね、早め平の方に向かいます。はい、ちょっとね、あの山を越えなきゃいけないみたいなんですけど、まあまあそんな高い山じゃないんで知れてますよね。はい、では行きます。
あ、なんか久しぶりに土の上やな。ね、はあ、気持ちいいよな、はあ、足の裏がな。ほんま、なんかふかふかでいいわ。川流れだよ。ヨッピー？ヨッピー？うわ、新緑が一歩山入ったらちょっとちゃうな、あの大勢と湿原の感じと。長さは、あ、これやな。はい、富士見峠の方に向かいますね。 3.2キロ。雪出てきたやん、まだこれ滑る。あ、ここだけか。いけんのかい？いけんのかい？いけるんかい？多分、踏み抜く可能性あんで。滑り止めはいらない。センター上か？いけるとこまで行ってみようか。ピックステップで登っていく。なあ、ここ行ける、ここ行ける、ここ行ける、よし、ここ行ける。あ踏み抜いとんねん。いやいや、これでさ、確かめてんのにさ、踏み抜いたことないんやったら踏み抜かな。九州人踏み抜けなんてないもんね。これハマったらきついでしょ。ズボっていく、桃までズボっていく。無難に行きました。乗り切れない男です。初踏み抜きおめでとうございます。キュートやな、えらい。めっちゃ登るやん。キュートでしょ。結構やられますね。もうちょっとで山頂かな。え、そんな近いですかね。今、急なとこ半分ぐらい来てます。長沢かしら、長沢かしら、あ、長沢かしらか。はい、富士見峠まであと 2.1 か。お、踏み抜いた。踏み抜いた。ダッサ。めっちゃダッサ。お前が踏み抜くのを取ろうと思って俺待ってんのに、俺が踏み抜いてもだわ。どっち行くの？え、そっちじゃない。そっちじゃないの。あ、あっちテープある。そこ歩いて。まあ行けるやろ。全然行ける。行ける？行ける行ける。まだ行ける。全然行ける。全然行ける。
あ、ここがドバや。はい、ここがドバですね。はい、富士見峠まで 1.3km。 ちょっとヤマップの地図がずれてましたね。はい、ここでつけるんやったらもっと先につけとけよってね。はい、ドバのとこでね、ちょっと休憩して、はい、軽くパンとか食べたんですけど、はい、こっからちょっと下りになるんで、下りになるんか、うん、まあ、後で下っていくんでね、さっきチェーンスパイクをつけました。はい、はあ、お、こっち綺麗な。はい、富士見田代に到着しました。はい、これをね、右に行って早め平 800m ですね。はい、もうちょっとで早め平、はい、大勢一の絶景が見れると有名な早め平に行きたいと思います。楽しみ。あそこにね、日光白根が見えてますね。うわ、気持ちいいな。はい、もうちょっとでね、早め平到着です。敷きがいい。おお、見て、手打ち。どうも、はい、はい、熊ヶ岳、はい、も見えてますね。おお、はい、ふぅ。はい、早め平到着です。はい、はい、早め平、加藤町峠まであと 5.3km です。ちょっとね、ここでゆっくりしたいと思います。いいよ。全然飛べてない。どん、いいの。はい、もう一回やった方がいいんちゃう？おっさんが飛んどるだけやないか。はい、あやめ平で、あやめ飛びもやったことで、今から鳩町峠に向かって歩いていきます。あやめ平からだいたい1時間半ぐらいです。お、来た。あ、三角点ある、うん、三角点。はい、
はい、中原山到着しました。うわー、大歓声、大歓声。うわー、すげえ、いい、めっちゃいい。うー、あれ何、私物さん、私物、私物か。私物、ええー、なー、テンション上がるやん。おで最高、それ何回転？何？何も書いてないんかい。はい、あと 4.1 キロ。はい、今ね、横田城っていうところを歩いてます。めちゃめちゃ最高です。まあほんまに最高なんですけどね。町峠あと 2.3 や、もうちょっと、もうちょっと、あと30分、30分じゃ無理か、40分か。はい、赤テープをね辿って歩いてるんですけど、なんせ道が分かりにくいですね。はい、先頭のしげちゃんも間違いまくりです。違う、左や、テープ左あるから間違ったんか。え、間違ったんか。寄り道、寄り道や。あよ。まあね、もう謝罪せいや、謝罪。ハゲ取るかな。結構長いな。結構ありますね。うん。めちゃ下るな。うん、はい、今ちょっとね急なところを下ってるんですけど、ここを下り切ったら鳩町峠に到着します。はい、ようやくゴールが近づいてきました。着いたで。はい、鳩町峠の小屋が見えてきました。はい、もうちょっとでゴールです。よいしょ。よし、到着。帰ってきました。鳩町峠到着。ここからね、あとはもうバス乗ってまた徳良の駐車場に帰るだけですね。はい、楽しかった。はい、徳良第一駐車場に帰ってきました。あー、楽しかった。はい、降りてきました。はい、今回はね、尾瀬で、1泊2日小屋泊で楽しんできました。はい、池新さんありがとうございました。あ、どうも。どうでした、尾瀬は。最高ですね、最高。で、このね、関西メンバーもまた最高や。ありがとうございます。というわけでね、
今回の大勢の旅は終わりになります。はい、また、カウパパとカウママとも一緒に行きたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。カステラ食べてー。カステラもらいます。ありがとうございます。カステラです。すみません。カステラもらいました。はい、というわけでカステラ食べて帰ります。気をつけて。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。松崎でした。さよなら。